はい、今週の居心地ですが、今日はなんとすごいゲストに来てもらいました。エフェクターを最近ね作ってもらいましたってこういくつか挙げてると思うので、そのエフェクターを作っていただいているエンドロールの山口社長です。どうも山口です。お願いします。いや、いつもありがとうございます。いや、こちらこそです。いや、本当こんなすごい方にエフェクターを作ってもらえるなんて夢のようですね。いや、同じく自分も嬉しいです。お互い褒め合ったところで、はい、いや、早速ね、音を聞いてもらいたいんですけど。あ、お願いします。はい、俺が一番好きなもん、まずエフェクターって結構足元にあるから、はい、なんていうの、みんなお客さんには見えないんですよね。そうですね。ただなんかテンションの上がるエフェクターの柄ってあるじゃないですか。はい、ありますね。まさに山内さん、なんか俺の好みをよく分かってくださいましたっていう感じの。いや、むちゃむちゃ好きですよ、この。これがいつぞやの居心地で話した、はい、ヴィンテージのラットを探してますっていう話を俺がしたんですよね。はい、あれを山口さんが見てくださってて、で、あ、探してんだったら作った方が早いじゃないかっていう心意気 で、はい、でご連絡をくれて作ってくれたんですよね。はい、で、最初にね、この 2-in-1 じゃない方のラットを作って送っていただいて、はい、で、弾いて、あ、ムチムチいいじゃないってなった時に、なんかこう、このエフェクトボードのなんか基本のサイズって決められてるので、はい、なんか場所を取るっていうことになって、うん、でも、いい音だからバッキング2種類に使いたいって僕が言ったことに、はい、この2-in-1 のこのヒョウ柄のかわいいやつを作ってくれたんですね。はい、いや、むちゃむちゃ嬉しいです。セミアコでもなく、なんて言うんでしょうね。だからピックアップはね、これ原田さん曰く、うん、僕も作ってもらったのでピックアップを、はい、情報として聞いたものしかないんですけど、はい、シングル2メートルハムバッカーらしいですよ。ああ、こっちもこっち向けてください。いや、向けてください。写真後で渡すから。これがラットの音なんですよね。はい、そうですね。相当でもね、実は俺ラットの本物というか、あの時代のやつ持ってたじゃないですか。はい、あれの嫌なところが、嫌なところもあったんですよ。はい、ね、あれって実は嫌なところも愛しながら使ったんですね。はい、これがラットだからっていう。はい、結構楽器弾く人ってのはこう、そうですよね。そうですね。なんかこう、ギターでもなんか嫌なところも好きになりながら付き合っていくんですけど、はい、それがね、いいとこ取りみたいなことなんですよ。あ、ちょっとモコモコした、うん、ちょっとピッキング出にくいところがしっかり出るし、うん、僕なんて歌いながらソロとかこう入るから、はい、きっちり弾けない時とかもあるじゃないですか。あ、そんな人にも優しい。はい、ああ、ありがとうございます。助かります。はい、どうですか、作ってみて。うん、いや、作ってる時はもう楽しくて。ああ、ラット初ですよね。ラット、そうですね、うん、ラットのコピーはいはい、で作ったんですけども、はい、結局まあコピーで作ってもいい音がならない、はい、はい、っていうところからちょっとブラッシュアップして、はい、まあここ変え、あそこ変え、まあいろいろやったような状態ではあるんですよね。はい、はいはい、あれですよね、原田さんと俺に持ってくるまでに原田さんと何度もディスカッションしてもらって、やってます。もう俺のところに来た時はもう9割9分完璧でしたからね。そうですね、うん、でですね、はい、この音ソロにも使いたいんですよ。バッキングに今2個とソロに行ってるんですけど、はい、ボリュームをなんかこうバカでかくしたいんですよ。はい、ソロ音ってなんか僕ボーカルなので、はい、わざわざボーカルがギターソロ弾くのに、はい、音がちっちゃいってかっこ悪いじゃないですか。あ、わざわざだったらなんかこうギタリストに任せておけばいいのに、わざわざ出しゃばっていって、はい、音ちっちゃいってむちゃむちゃかっこ悪くないですか。あ、その時にラットって結構ボリュームが稼げないので、はい、ここをなんとかこうソロ音にいいなんか案があればなと思うんですけど、他の楽器をすり抜けてお客さんに届くようなボリューム感と音質が欲しいんですよ。
まあ2つありまして、はいはい、考え方としまして、はいはいはい、まあ、この T ラットの後ろにバッファーをまあ1つ作って、はいはいはい、直列でプッシングしてやる、はいはい、まあ、アンプで押してやる。結構達人ってそうしますよね。そうですね。俺ね、なんか俺がダメなのかわかんないけど、はい、バッファーものでボリュームを稼ごうとした時に、はい、大して稼げた思い出がないんですよ。あ、やっぱ歪ましついてるの。あれ結構クリーンでソロ弾く人とかが、はい、こうガツンってでかくなるじゃないですか、はい、俺それだと弾けないんですよ。 そんな冷静に弾いてないから。ああ、そうシビアになってくるじゃないですか、はい、そういうタイプでは全くないです。そう、ただ今、はい、そのバッファー持ってくればよかったんですけども、はい、まあ作って持ってくるっていうのを今回してなかったもんで、はい、まあ違う、まあ当社の製品何本かありますんで、もし良ければ音量と歪みの確認というかね、はいはいはい、その評価をしたい、いただければ。ああ、嬉しいです、嬉しいです、弾きたいです、はい、あ、今たまたま、はい、開発途中の、はいはいはい、エフェクターなんですけども、はいはい、まあこれをゲインをゼロ、はい、で使ってもらって、はい、アウトプットを上げてもらって、はいはい、まあこれ今 T ラットの生の音が、そうですね、生の音ですね、うん、ちょっと弾いてみて、はい、相当上がりますね。ほんでこんなにブースターで音量稼げたことないですね、今までの人生。ああ、そうなんですか。すごいですね、これ。ですんで、まあ、これ今開発途中のものなんですけど、途中なんですか。もっとちっちゃくもできたりしますね。あ、この辺まではいけると思います。え、同じ性能でですか。そうですね。すげえ。え、じゃあ入りそうですね、まだもう一個ここに。ただ、同じ性能って言っても、はい、原因は、歪ませないでバッファーですよね。で、これって今、ゲインも一応は欲しいかな、一応あったら嬉しいかな、ゲインもあったら嬉しいですよね、ですよね。あ、でもそうかそうかそうか、でも勝手に上がりますもんね、ボリューム上がったら。そうですよね、ですんでその辺がどういう感じかなみたいな。でも今ゲインゼロであの音だったら、今の音好きだったんで、はい、なんかあのままでもいいかもしれないですね。あとはこっちで上げればいいですもんね、はい、そうですね、はい、でこれがバッファー作戦。そう、バッファー作戦、はい、それがまあプラン1として、プラン1としまして、はい、で、まああとは違うものを使っていただいて、はいはい、例えばもらっちゃうみたいな。まあこれファズなんですけども、これ見ましたよ、あのインスタで。あ、見ました。はい、じゃあ使ったことはないですね。これあのファズって、はい、シミュレーターじゃないですか、はい、パソコン内で、あの、はい、某あのシーケンスソフトとかに入ってる、はい、あれでは結構対応するんですけど、はい、生のというか実物を買ったこともなければ、はい、1回だけ弾いたことあって、はい、それがもうなんかペケペケで、はい、その時のなんか苦い思い出から手を出してないんですよね。あ、多分なんかいいファズに最初に出会わなかったから、はい、ってありますよね、結構エフェクターって。 ありますね、世の中いろいろありますね。あのファズの話をね、はい、あの原田さんともしたことはあるんだけど、はい、その僕らの世代で、はい、ファズを使ってるヒーローが特にいなかったっていうのがでかいかもしれない。あ、もうなんかあんま使ってる人いなかったんですよね。あ、そういうことでね、多分どうす、鳴らしてみます、鳴らしてみたいです、見たいです。聞いてくれました？こっちの方がいいかも。え？どうですかこれ、皆さん。いいよね、これね。俺こういうプレイヤーだったのかもしれない。あ今更だけど。じゃあ、ファズもお邪魔。え、マジですか？これソロだけ、これちょっとあのバッキングに使う人がいないんですか？俺全然使ったことないから分かんないけど。あ、やっぱソロが多い。ただかなり
ファズを落として、うん、指で弾く人とかね。ちょっとこう、なるほどなるほど、ちょっと、うん、大人の、はい、よいしょ、そのうちそういう曲を作った方がいいですね。そうですね、これむちゃむちゃいいですね。このエフェクターのソロこれにしようかな。いいですか。あ、全然もしお邪魔していただければ。さっきのあのラットかまし、ラットに、はい、なんかバッファーかましたやつより、はい、なんかこう、もう一個エフェ棒がある意味合いが出るというか、あ、2台持ってきてる理由がここで初めて生まれたなっていう。ああ、そういうことですね。この間までは、はい、単にこうギターが多いから、はい、こう差し替えが嫌だから2台持って行ってたんですけど、はい、なんかキャラがちゃんと定まったというか、あ、なんかすげえいいです。ちょっともう一回弾いていいですか。あ、出ます。これでいきたい。いきます。